チャオ、小入巻です。今日は、ここスイスから、先日、こちらの大会が終わりまして、で、これから K1 ワールドマックスが行われます。で、やはりブアカオが注目されていると思うんですが、今回ね、誰が優勝するんだろうっていう予想をね、皆さんしてると思うんですけど、すごいね、鳥が。今回予想の中で皆さんね、マサトとか皆さん予想してると思うんですけど、ブアカオは勝つかと、誰が優勝するかと。シウバ選手が背が高い、2メートルぐらいありますね。誰が優勝するんじゃないかという声もあるんですけど、僕は、ズバリ、ブアカオに勝ってほしいなと思うんですけどね。やっぱりブアカオがね、この年になっても、40超えても、試合に出てね、戦っていて、しっかり体作ってるっていう姿見てますから、ブアカオに勝ってほしいなと思うんですけど、ただ、シューバ選手が、もしかしたら、ブアカオを近づけないようにして、パンチを決めていくんじゃないかなっていう、姿も想像できます。で、シューバ選手、どうしたらいいかっていうと、ブアカオに対してね、どんどんブアカオ前に出てくるので、その前に出てくるブアカオに対して、しっかりと距離をキープしながらね、距離をキープしながら、しっかりとパンチを入れていく。で、近づいたら、顔面膝を狙っていくっていう戦法がいいんじゃないかなと僕は思いますね。ブアカオを倒すためにはやっぱりね、パンチしかないと思います。ローでも倒れないし、膝でも倒れないしね、ハイキック、ミドルね、前蹴り、倒せません。たまたま当たってね、っていうのはないです。蹴りに関しては。顔面膝がね、もしかしたら決まったら、それはそれでね、ありかなと思ったりもするんですけど、もうパンチをどんどん打って手数で勝って、プレッシャーでどんどん前に出てくるけど、それでも距離感保って、行くことが一番、シューバー選手が勝つには、ベストかなと思います。ただね、もちろん他の選手もね、侮れないところ、選手いっぱいいますけど、とはいえね、今話題に上がってる、シューバー選手が一番優勝候補なんじゃないかなと。で、キャラクター的にもね、K1 的にも、勝たせたいだろうなと。で、シューバー選手とはね、契約をしてね、これから K1 のね、ワールドマックスのね、トップ選手として、今回もし優勝したらね、新しいね、ニューウェーブの70キロが出てきたっていうことで、キャラ的にもね、すごく何ドラゴンボールのね、カメハメハやってね、見せたりとかね、しかも表情が全然ね、変わらずに、やってる、なんかね、面白いなと思いますけど。ブアカオのちょっと話をね、振り返ってさせてもらうと、2004年、K-1 ワールドマックスに出てきました。あの時は、マサトも出てたし、僕も出てたしね、僕はマイク・ザンビレスと試合をしました。ザンビレスからすると、僕はやりづらい選手だったのかなと思います。顔面膝を決めてダウン取って、勝ちましたけど、ザンビレスのパンチってね、本当僕スウェーでかわしたんですけどね、音がブンってしますからね。それだけザンビレスのパンチはね、マサトも苦しんだし、みんな苦しんだと思うんです。で、それに勝ち上がって、小切り巻いけるんじゃないかなと思ってね、来たと思うんですけど、無名のブアカオに僕はもう、敗れてしまいました。で、その時、僕がこの大会ですごく言われてたことがね、あったんですね。これは、もう石井館長からの命令というかね、とにかく首相撲は禁止だよと。組んで、膝をやるっていうのは禁止だよ。それはね、やっぱり、一概には言えないんですけど、ね、面白くない、組んで膝やると面白くない、ね、時間が止まってしまうっていうね、ところがあったりもするんで、とにかく両手で組んでっていうのは絶対なしだよって言われてました。で、僕は特に、上から言われてましたんで、
まあ、僕がその時に指導していただいてた島田トレーナーっていうね、辰吉丈一郎育てて、武蔵さんも育てて、たくさんのね、ボクシングでの世界チャンピオンを育てている島田トレーナーからはもう首相撲一瞬でもスパーリングしたらね、もうダメだと、絶対首相撲するなって言われて、片手も掴むなってすごく厳しくされていたので、もうとにかく首相撲をしない、絶対組まないっていうね、練習を相当しつこくさせられました。今更ね、別に言い訳するわけでも何でもないですし、ブアカオ本当に強かったしなんですが、あの時ブアカオから僕は首相撲をされて膝蹴り食らって、まあ、倒れたんですけど、その瞬間バッてトレーナーの方見て、首相撲されたんだけどっていう顔をちょっとねして、どうしようって、どうすればいいみたいな顔してね、今でも、そしたらトレーナーがね、もうパンチで打ち合う、それしかないみたいな感じだったんで、僕はまあ大振りぶってしまったんですけどね、とにかくパンチで打っちゃおうもうっていう、まあそんな感じのね、もう本当に僕としてはしょぼい試合をね、してしまいました。うん、ただ僕はやっぱり強かったです。首相撲からの膝めちゃくちゃ強いです。なんでかというと、ブアカオってね、首相撲の選手なんですよね。あんなにね、背が小さいのに、うん、しかもミドル級ではなくてね、もうその下から這い上がってきた選手、首相撲が強いっていう有名だった選手です。そのブアカオから首相撲を取ってしまうと何がってなると、うん、それでもブアカオね、そこからパンチを意識して強いパンチでね、倒していったりとかしていったんですけど、うん、まあ話はそれますが、まあ2004年ですね、2004年の前蹴り膝のブアカオは最強です。本当に最強です。誰も今あのブアカオと今戦っても誰も勝てないと思います。そのぐらい強いです。でペトロシアも戦ってましたよね、確かドローだったのかな。でも全然ね、ブアカオがね、余裕な感じで戦ってたなっていう印象は受けるんですけど、うん、まあそれも踏まえまして、今ブアカオはどういう状況なのかというと、ブアカオはもうね、首相撲、まあそうだね、首相撲からの膝、ルール的にはね、中国の試合とかでも一緒に組んでね、やったりもしてると思うんですけど、まあ組んでこかす、組んで膝入れて崩すっていうね、ルールになったらブアカオはすごい強いです。ただそれがありません。なのでパンチでブアカオは行くのと、まあ、ミドルキックですね、前蹴りミドルキックで行く、でも相手は2メートル、そうした時に前蹴りをうまく使えるのか、ミドルキックが決まるのかって考えた時に、パンチをね、うまい距離感でね、どん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 当てて手数出していく。ただブアカオ倒れないです。うん、倒れないです。倒れないと思います。絶対倒れないと思います。うん、なのでまあそのパンチの手数で、まあ最後は勝っていく。うん、近づいたらね、膝を出す。ただ膝蹴りも通用するものじゃない。膝出したら逆にブアカオパンチ飛んでくる。まあそんなね、流れになっていくと思うんですが、まあ、シューバ選手ね、パンチの手数で勝っていくしかないんじゃないかなと僕は思いますね。うん。近づいて一瞬組まれたりね、一瞬組むような動作になったらね、ブアカオプレッシャー強いですから。接近の中でパンチをね、どんどん入れていく可能性もありますからね、ブアカオ。でブアカオのパンチの質はね、やっぱりグーで握ってる、この握りの強さが非常に強いですよね。握りが強いと当たった瞬間の衝撃がやっぱり違うんですよね。げんこつされてるみたいに痛いです。うん、なのでげんこつでドスンっていかれるか、もしくはね、スパーンってこう速いねパンチを打つ、キレのあるパンチ2つありますけど、ブアカオはガツンと握るパンチ、まあ、これが非常に強いですから、うん、接近の中でもね、これ当たったら倒れます。痛いですから、うん、重いですからね、拳が。なので、まあ、接近になってブアカオがパンチを決めるようになって、シューバがね、変に下がってしまうとブアカオのペースになって、判定でブアカオっていう風に上がる可能性もありますからね。うん、そうですね。あとはやっぱりね、ブアカオを倒すにはやっぱり手数出していく。いわゆるブアカオっていうのはリズムがね、ゆっくりでじわ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 前に来る。うん、それに対してね、速い回転力のある、まあ、パンチだったり蹴りだったりでポイントを取っていく。で距離をね、近くさせないっていう戦い方ができれば、ブアカオに勝つ選手が他にも出てくるんじゃないかなと思ってます。うん、
まあね、ブアカーオ、そしてシューバ選手、この2人がまあ注目されてますが、まあダークホースとしてね、他にね、そうですね、挙げるとすればあれかな、オランダのダリル選手もね、和島選手を倒しましたしね、この選手なんかパンチ力ありますね。クラウスみたいな選手ですよね。クラウスを思い出しましたね。オランダだし、うん、この選手も何かしらやってくれるんじゃないかなと思います、うん、ただ、うん、あ、そうそう、シューバーを倒すんだったらやっぱりローキック、足細いですからね、ローキック、あとはボディ、うん、腹筋ね、背が高い分、うん、体幹が細いですから効くと思います。腹筋うまく決めれることができれば。なので接近してシューバーを倒すんだったら接近してボディで、顔までパンチが届くのもなかなか難しいと思うので、まずはボディ崩す、で足を崩す、でローキック効かせる、カーフ効かせる、そういうことができてくると、まあ、シューバーがねダメージを負うんじゃないかなと、もしかしたら倒れる可能性があるんじゃないかなっていうことで、で近づくためにはリズムを上げてね、どんどん速く行かなきゃならないんで、そう考えると、ね、オランダのダリル選手対、シューバーがもし戦うことがあったらね、チャンスがあるかなと、ダリル選手に、そう思います、うん、ちなみにダリル選手だったらもしかしたらブアカオと相性がいいかもしれないですよね、うん、っていうのもね、昔ほら、クラウスとブアカオがやった時ね、クラウスは本当プレッシャー強いしパンチ力ありますから、あんな感じになってね、1回でもダウン取れればクラウス勝っちゃいますよ。あ、クラウスじゃなくてダリルがね、うん、なのでそういうスタイルでダリルが勝つ可能性もあるんじゃないかなって僕は見てます、うん、そうですね、まあ、だから、うん、ダークホースとしてはダリル、ね、本命といえば、まあ、シューバとブアカオかなと思いますね。ということで、もうそろそろ、近づいてきました K-1 ワールドマックス、ぜひ皆さんねしっかりと見て、またね、いろいろ話がまた僕もできたらなと思ってますんで、また感想、それとコメントください。楽しみしてます。ブアカオ K-1 ワールドマックスの意地にかけて思いっきり暴れてください。楽しみしてます。以上です。最後までご視聴いただきありがとうございます。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。